から家族で、長野に2泊3日で旅行行きたいと思います。家族いない、バロンいない。あ、ほんまやな。バロンはペットホテルに預けて4人で、長野に、2泊3日旅行行きたいと思います。行ってきます。はい、須坂長野東インターで今おりました。でこれからいつもお世話になってる車屋さんの、カーエンタイに向かいたいと思います。行ってきます。到着、カーエンタイ到着。カーエンタイ到着と思ったらこんなところに勝又いる。勝又こんなところにいます。ガイドス怖くないっすよし、ありがとう。はい、じゃあちょっと写真撮りましょう。なんか後輩がいたんで、誰ですか？足方のパルセロ、松本豊です。あ、そうや、なんかさ、長野といえばみたいな、なんか質問された時さ、背番号7番とかな、言ってたやんな。あ、サポーター行けなかったんすか？うんうん、どうやった？サポーターと逃げて取れへんから俺が滑ったみたいな。そうだ、金園選手、頑張ってください。PK 決めれるように教えてあげます。頑張ります。リバーフロントで宇野沢コーチがトレーニングしてたんでちょっと挨拶して、でその後バロで野沢さん、松が江藤さんのサッカーチームと練習試合をしてたんでちょっと挨拶して、でこれからじゃあ、夜ご飯食べに須坂の三等家に向かいます。行きます。はい、三等家到着。よっしゃー、入ろうか。あれ、まだいない？ちょっと早く着きすぎた。ホテル到着です。じゃあこれからお風呂入って寝ます。もしかしてこの電車新幹線かも。新幹線乗るの？めっちゃやっぱり青色の、上が青色の新幹線。そうね、それ見た。違うよ、広々じゃなくて。はい、おはようございます。これから、西沢果樹園に向かいたいと思います。行ってきます。いつも果物をくれる西沢さんの西沢果樹園に来ました。今日はネクタリン狩りです。うそ、カエルいた。カエル読んでよ、カエルめっちゃいる。いや、カエルじゃなくてさ、ちょ、雨雨。お尻まで赤いのがいいか。一回行ってみよう。おっとっと、取れた。よっしゃ、いや、美味しそう。せーの、食べよう。うん、うん、美味しい。西沢果樹園さんから、いつもブドウとかいただいてるんですけど、今回はネクタリン、こんなたくさん美味しそうなのいただきました。ありがとうございます。大浦さんです。今日もうびっくりしました。まあ、食べてカリア頑張ってください。でまたうちのブドウもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、カーエンタイの北山さん家族とご飯来ました。で、アミの誕生日お祝いしてもらいました。ありがとうございます。おめでとう。はい、これから、阿智村に向かいます。行ってきまーす。阿智村行きまーす。はい、ホテル到着です。
これから急いでご飯食べて星空ツアー行きます。はい、おいしそう、いただきます。あ、焼きますか。はい、これから日本一の星空ナイトツアーに行ってきます。イエーイ、すげー。キティちゃん横並びで出発。立っとくんやな、これ。真っ暗、分からんな、もう真っ暗すぎて、もう何がなんだか分かんない。到着です、どうすけ。イエーイ。おお。足湯きました。暑い？嘘。暑い。はい、足湯きました。これから温泉行きます。これから天竜川下り行ってきます。ビールの上げっぱなしは面白くないかと思うんですよ。なんで波の中入る。うわすごい、うわすごい。髪びちゃびちゃ。もし時間があって余裕があちょうどな。皆さん調べて行ってみてはいかがでしょうか。うん、ただでね、入れます。大丈夫、乾く乾く。車を止めていただいて渡ることができます。はい、船下りおしまいです。髪びしゃびしゃになりました。いや、楽しかったです。